はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。僕平昌様、僕万能様、千恵子様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。ちょっと近所で工事やってまして、1時間ぐらい続いて、まあ、休憩に入って、1時間ぐらい続いててやってるんですけど、もううるさくて気が狂いそうであります。蓮舫凱旋、結婚して子供が生まれれば控除はどんどん増えていくと発言してしまいまして、ネットでですね、民主党が年少扶養控除を廃止したんだが、お前らのせいで子供の控除がゼロなんだがと批判殺到しておりました。世論です。どんだけバカなのこいつ。マジで記憶障害とかあるんじゃない。一言ごとに支持者減少、ものすごい無知なのか、簡単に騙せると世間を舐めてるのか、あるいはその両方。その場の思いつきだけで喋るから。民主は16歳未満の扶養控除と配偶者特別控除をなくした。子供手当に目がくらんで気づいてなかったやつばっかだった。その子供手当も児童手当の名前を変えただけっていう。外国人にも配りたかったから子供手当に変えたがった。蓮舫は子供にも家庭にも日本にも興味がないんだろうと。民主党はですね、納税してない外国人の子供に金配りたくて、控除だと税金納めてる人しかメリットがないですから、年少控除やめて、子供手当に切り替えたんですよ。これだとですね、納税してない外国人も税金ゲッツっていうからくりですね。蓮舫マジで知能に問題あるのかな。マスゴミがですね、全力でかばうんで徹底的に勉強しない、知ろうとしないっていうのが立憲議員の特徴でして、人間ここまで無知でバカになれるんだなっていう見本が立憲議員ですね。その点ですね、いついかなる時も24時間365日どうやって騙そうかって考えてる共産党の方が脳みそを使ってる印象があります。共産党でもですね、脳みそを使ってるのは上の方のごくごく一部で、あとは上が考えたことを繰り返すロボットなんですけどね。ロボットに矛盾突っ込むと全然的外れなことを堂々と答えるか、フリーズするっていう。権力握った民主党がですね、やりたい放題、悪いことしまくったせいでブーメランにならないこと探すのが困難になってんじゃないですかね。子供産んでって政府与党が言うたんびにね、産む機会扱いしてるのかって叩いてた張本人が蓮舫ですよ。ここでもブーメランですね。個人的なブーメラン、民主党でやったことのみならず議員個人の発言もおかしなものばっかりで、民主党のブーメラン、本人のブーメラン、2種類ありますね。蓮舫陣営というか、共産党なんですけど、選挙か神宮止めよう緑を守ろう連呼をしております。なんか蓮舫の写真と名前は出さないで、そこら辺中で政治活動やってるのも見受けられますけれども、伊藤忠、神宮外苑再開発事業について長文で反論を公表しました。それによればですね、事業は明治神宮、三井不動産、伊藤忠、日本スポーツ振興センターの4社で行っている再開発というより緑を守るためのメンテナンスである。神宮外苑は人工林であり、その維持には継続的な樹木の管理、倒木や古くなった樹木の植え替えなどが必要だ。当事業は既存樹木をできる限り守りながら移植や侵食も行い、緑の量をこれまでよりも増やし、より豊かな自然環境を作っていく。
世論です、ガチ反論は草そもそも人工林だってのが笑えるな、あいつら絶対理解する気ないよ、疑惑が深まったってコメント返すだけだよ、蓮舫はこれまで凱旋、これでも凱旋で神宮って叫ぶのかな、左翼が反省するわけない、あいつら筋道立てて丁寧に説明しても全くの無駄、成田闘争の再来ってことで張り切ってるのか、なるほど、血がたぎってんですかね、カルト教祖の間違いは認めない、とりあえず相手を罵って自分たちが間違えていないと思い込むと、パヨは今こんな風に騒いでるみたいなんですよね、森を切っていいのか、そもそもが人工林で森じゃなかったと、イチョウ並木を守れ、切る予定初めからないです、広場が3分の1になる、むしろ広場増えるみたいですよ、神宮球場がビルの谷間になる、ならないテニスクラブなんか作るな、もうすでにテニスクラブあると言っても止まらないのがパヨですね、どうせそのうちに、ね、伊藤忠が嘘ついてんだって言い出すよ、疑惑は深まったって、伊藤忠が長文で反論出した原因が株主総会だそうであります、活動家の方が長々と持論を展開、この神宮についてね、議長の論点整理のお願いを無視と、やっぱどこの企業でも株主総会荒らされるのは嫌みたいで、日本人 の、 個人投資家何らかの株持ってる人が7000万人超えたそうです、過半数ですね、もちろん過去最多なんですけど、どこの企業にもですね、先のないテレビ広告は減らしてネット広告に移行しましょうよって提案できますね、これね、株主総会が結構効くっていうのが分かったんで、皆様もいかがでしょうか、東電株今84,400円でした、総会で挙手して当てられたらエリアほぼ独占の東電ってそもそも広告必要あんのかと、特にテレビ広告と、っていうのはいかがでしょうか、東電とかさ、関西電力とか広告必要あんの、あんたら独占やんって、広告減らしてその分配当回せよって、質問で答えるのもいいと思いますね、テレビ広告減ればさテレビの滅びも早まるというものであります、ダンプの前を牛歩で横切るっていうのが、辺野古工事妨害団体の手口みたいであります、で通れないようにする、我々は小学生のように手を挙げて運転手と目を合わせながら確認して毎回道路を渡っている、だから事故は起こりようがない、映像では誰一人手なんか挙げていませんでした、事故が起きようがないならなんで40代警備員の宇佐美さんは頭引かれて亡くなったんだと、これ72歳の女性に押されたっていう証言もありますね、人間ここまでクズになれるもんだなっていう見本ですかね、言い訳ばっかして、しかも嘘で、世論です、はい責任転嫁、こいつら悪魔だろ、これは本当にひどい、72歳の遊びのために47歳が犠牲になった、追悼の心とかないもんかね、警察はさっさと左翼ども逮捕しろ、市民だったりやっちゃったな、こいつらね亡くなった方に気の毒だとか残念だとか一言も言わねえのね、言い訳連発してるし、さすがね人が亡くなって内心では焦ってんですかね、だから言い訳連発してんですかね、どれもこれもへりくつこねて俺は悪くないっていうのを言葉を変えて繰り返しているようなんですけどね、どっかで見た風景だと思ったら2018年韓国軍照準レーダー照射事件の時の右往左往に似てますね、あの時もですね韓国政府が次から次へと前言ってたことと矛盾してもお構いなしで嘘連発してましたよね、嘘弾幕って名前つけましたけど、やってない、探知機は使ったがレーダーは使ってない、やったが威嚇飛行されずやむえずやった、やっぱりやってなかったなどなど、基地工事妨害団体つがこのテロリストどもと行動がうり二つなんだよな、どっちもうりっていうからかな、今日の単身です、日経平均株価取引中に41,100円をつけ史上最高値記録更新、そういえば東電も東北電力も関西電力も九電も、テレビに CM する必要ないよね、
これらの株価って株主総会って手挙げて刺されて、あんたら広告する必要あんの、言ってくれませんか。特にテレビ広告ってネットはまだ100歩譲って、言ってくれませんか。社民党、福島、みずほ、11から訪韓して韓国政府じゃなくて野党の共に民主党と意見交換する予定だとなります。帰ってこなくていいぞっていう大合唱でありました。お里帰りっていう声もありましたけれども、みずほのお里は北朝鮮なので違います。共に民主党は北朝鮮の政党ですね。つまり北朝鮮日本支部の社会党が北朝鮮韓国支部の共に民主党と連携しに行くっつうね。もう帰ってこなくていいからな。奈良県生駒市、生活保護世帯にエアコン代10万円給付します。これ本体と取り付け工事、最大で10万円まで給付するってものなんですけど、共産党の入れ知恵でですね、実際には買ってないエアコンの領収書で給付を申請するであるとか、エアコン買ったなんて人いたら領収書ないってたかってさ、毎年のようにエアコン買い替えて中古のエアコン取り外したエアコン叩き売るとか現金に換えるとかなどが起きる予感がいたします。共産党は20時間365日ずるいこと悪いことどうやって騙そうって考えてますんでね。工事やがましくなってきた。もう気が狂いそうですよ。皆様も今日の動画をお聞き苦しくて誠に申し訳ありません。申し訳ないついでにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。